セキューラシリーズをご紹介いたします。はじめにセキューラ CL についてです。こちらは HIF と同じ弱酸性の洗浄剤です。泡立て不要のためそのまま洗浄部位に噴霧して使用します。保湿成分のアロエベラを配合しているためきちんと洗浄しつつ皮膚をしっとり保湿します。使用時は洗浄する部位にセキューラ CL を適量吹きかけ汚れとなじませます。汚れとなじませた後は病棟で洗い流します。洗浄液がたくさん使えない環境や洗浄に時間がかけられない状況であれば濡らしたガーゼや不織布などで拭き取り洗浄も可能です。その際は石鹸成分が残らないよう拭き取りを数回行ってください。拭き取り洗浄が可能なセキューラ CL は外出先でのストーマケアやお尻周りの洗浄に便利です。また色や季節部周囲の皮膚に対する日々の洗浄にもご使用いただいております。次にセキューラ ML についてです。こちらは乾燥しやすい部位や全身にご使用いただける保湿ローションです。伸びが良く少量で広範囲に塗布しやすく使用後は潤いを保ちつつしばらくするとすぐにサラサラになります。塗った後にベタつき感がありませんのでその上からテープやフィルム剤が貼れるのが特徴です。高保湿のローションを塗って留置芯を固定するフィルム剤が貼れなかったりドレッシング剤が密着しないと困りますがそのような問題なく使用できます。スキンケアの予防として上肢や下肢へも塗りやすく日々の保湿ケアにご使用いただけます。また医療従事者がハンドケアに使用した場合もベタつき感がないためすぐに次の作業に取り掛かれます。こちらは保湿と保護ができるクリームタイプのセキューラ DC です。皮膚に潤いを与えながら撥水効果を兼ね備えております。使用後のベタつき感は少なく使いやすいクリームです。使用する際はチューブから適量を出し使用部位に均一に塗布します。撥水効果でこのように水分を弾きますので例えば尿失禁をされている方の場合日々の陰部洗浄後に塗布しておくことで直接皮膚に尿が接触せず尿は弾かれておむつに吸収されます。水仕事をされている方や頻回な手洗いをする方にも適しています。最後にセキューラ PO についてです。柔らかめのジェルタイプで撥水効果がより高い製品となっております。頻回な下痢便をされている方への皮膚の保護として適しています。セキューラ PO だけ唯一無効性ではありません。下痢便などの匂いをマスキングする目的で長寿油の爽やかな香りにしています。失禁されている方への使用時は皮膚の補正後必要部位へセキューラ PO を全体的にうっすら塗布します。塗布した部位はしっかり撥水しますので流れ込んできた尿や下痢便を皮膚から弾き皮膚を排泄物から守ります。また少し水をかけて弾いている場合は撥水効果が持続していますので塗り直しの必要はありません。こちらは動画になりますがこれだけしっかり撥水しますのでお尻周りのスキンケアとしてだけでなく医療周囲皮膚などのスキントラブルの起こしやすい部位へもご使用いただいております。